平安時代中期、摂関政治の全盛期を築いた藤原道長は、政治を欲しいままにした一方で、詩や和歌を好み、貴重な文学作品を現代に伝えた文化人としても知られています。今回は、藤原道長の生涯や功績、人物像などについて、わかりやすく解説していきます。藤原氏内部の権力闘争。藤原道長は966年、藤原氏の北家で、摂政、関白を務めた、藤原の兼家の五男として生まれました。道長は、幼い頃から豪胆な性格で、二人の兄、藤原道隆と藤原道兼に、肝試しで勝ったという逸話があります。その後は、摂関家の男子として順調な道を歩んでいきましたが、兄がいたため、道長自身も出世はそれほど期待していませんでした。道長の父藤原の兼家は、兄の藤原の兼道ととても仲が悪かったといいます。弟である兼家の方が、兄、兼道よりも優秀であり、周りからの評価は高かったようですが、兼道はそれに腹を立て、兼家を冷遇しました。977年、兼道は死ぬ直前に、兼家を降格させる命令を出したと言われているほどです。986年、父藤原の兼家と兄の藤原の道兼は、65代火山天皇を出家、退位させます。すぐに66代、一条天皇が建てられ、兼家は摂政に任じられます。一条天皇は、兼家の娘、藤原の戦士の第一王子です。990年、父兼家が死去すると、長兄、藤原の道隆が後を継ぎ、関白、摂政に就任しました。その直後、道隆の娘、藤原の定子が、一条天皇の皇后に入内します。これは、誕生した後天皇とすることで、外祖父になる策略でした。しかし、父の墓中に自らの娘を天皇に嫁がせる道隆の行為に、道長は憤慨し、藤原の定子のそばに寄りつこうとしなかったと伝えられています。一方、道隆の嫡男、藤原の惟親は、父に導かれて急速に出世します。994年には、道長をしのぐ立場となりました。ところが、995年に、道長の二人の兄である藤原の道隆と、藤原の道兼が相次いで他界します。これにより、藤原の道長と、甥の藤原の惟親は、摂関家当主の座をめぐり、激しい権力争いを繰り広げることになります。当時の記録、小遊記には、会議の場における二人の会話は、まるで討論のようであったと記されています。ちなみに、当時の一条天皇は、藤原の惟親に政治を任せようと考えていました。しかし、一条天皇の母、藤原の戦士が、藤原の道長に政治を任せることが天皇家のためと懇願したため、道長は、摂政、関白に準ずる、内乱へ就任したのです。この頃から、惟親と道長の軋轢が表面化し始めます。久慈の列席上で二人が激高して争ったり、惟親の弟、高家の従者と道長の従者が七条王子で乱闘したり、それが道長の従者殺害事件にまで発展してしまいます。いつまでも続く険悪な状況に決着をつけたのが、996年に起きた長徳の変でした。長徳の変は、高家の従者が火山法王に弓を射かけた出来事がきっかけです。その原因は、当時、火山法王と惟親が交際していた女性が、姉妹だったことから生じた誤解でした。平安時代の恋愛は、男性が親と同居する女性のもとに通う形式でしたから、姉妹に通うそれぞれの男性が、同じ屋敷で行き合うことも多かったようです。いつも惟親とつるんで出歩く行動派の高家が、兄の代わりに恋敵を脅かしてやろうとしたその相手が、火山法王だったために、法王殺害未遂という不敬事件に発展してしまいました。道長にとっては、惟親を失脚させるいい口実ができたことになります。その後、惟親と高家は都から追放されることになったのでした。こうして藤原道長は、30歳にして、名実ともに朝廷における最高権力者となったのです。藤原道長の絶頂期、藤原道長は999年、長女の藤原の彰子を皇后と同格の中宮として一条天皇に嫁がせます。これは皇后藤原の定子に続く二人目の妃という異例の事態でしたが、藤原摂関家の決定には天皇家でさえ抵抗できなかったのです。その後、先10年に67代三条天皇が即位すると、道長は次女の藤原の剣士を三条天皇の中宮とします。しかし、1016年に三条天皇が眼病を患うと、道長はそれを理由に退位させます。その後、一条天皇の嫡男、敦平親王が、68代後一条天皇として即位すると、
その補佐として同年道長は摂政に任じられます。外祖父として絶対的な権力を手に入れた道長でしたが、摂政の座に固執することはありませんでした。1017年に摂政を息子の藤原の頼通に譲ると、道長は朝廷を自由に操り、自分の家系がその後も有利になるよう工作を行います。同年、次の天皇と目された厚明親王、三条天皇の嫡男に圧力をかけて皇太子の位を辞退させると、長女の藤原の彰子が産んだ厚長親王、後の69代後朱雀天皇を皇太帝に、続く1018年には三女の藤原の嗣子を後一条天皇の中宮として嫁がせ、さらに四女の藤原の嗣子を皇太帝の厚長親王の妃としました。一つの家から三人の妃を出す一家三公を達成した道長の功績によって一族は最盛期を迎えるのです。四女藤原の嗣子寿大の祝宴の席で道長が詠んだとされるのがかの有名な和歌です。この世をば我が世とぞ思う、望月の欠けたることもなしと思えば、この世は私のためにあるように思う、今宵の満月のように私に欠ける部分は何一つないと思うので、まさに権力の絶頂に達した道長の心情を表す句でした。文人藤原道長、道長は大変文学を好んだことでも知られています。藤原道長の漢詩は本朝礼奏に数多く収められており、和歌は御周囲集などの勅撰集、天皇が編纂を命じた和歌集に33首が選出されています。また23年間にわたって毎日書き連ねた日記御堂関白記は11世紀初頭の政治や生活に関する極めて重要な資料となっています。漢詩や和歌を読むのが好きで、歌会のようなイベントもよく開いていたようです。平安時代の文学といえば紫式部の源氏物語が有名です。紫式部は彰子が入内するときに道長が女房、朝廷に仕える女官としてつけた女性です。道長は紫式部の物語を楽しみにしていたようで、手紙を書いて応援したり、自宅に押しかけて原稿を催促したりしていたといいます。また恋多き女房泉式部に恋愛体験記を書くように勧めたのも道長だと言われています。源氏物語や泉式部日記といった平安の女流文学が後世に残されたのは、時の権力者であった道長の存在が大きく影響していると言えるでしょう。藤原道長の晩年、仏教を深く信仰していた道長は1019年54歳の時に出家し、邸宅の隣に壮大な寺院建立を開始します。3年後に完成した寺院は広大な敷地に数々の伽藍が立ち並ぶという大規模建築でした。この寺院は北條寺と名付けられ、完成の日には後一条天皇のほか、後の後朱雀天皇、藤原の彰子、藤原の憲氏、藤原の嗣子も参加し、その絢爛豪華な宴は映画物語平安時代に成立した歴史書にも詳しく記されています。またこの建物は藤原の頼通が建立した平等院鳳凰堂のモデルにもなりました。この北條寺で晩年を過ごした道長は1027年に病没、死に際して道長は球体の阿弥陀如来像の手と自分の手を糸で結んだ上で、僧侶たちに読経をさせ、自身も念仏を唱えながら62年の生涯を閉じました。道長は記録に残っている日本最古の糖尿病患者ともされており、死因も糖尿病だと言われています。平安時代の貴族の食事は贅沢で、山盛りの白米のほか日本酒や果物、揚げ菓子といったものが口にされており、糖質に偏っていたと考えられています。糖尿病は喉が渇いて大量に水を飲む症状が出るため、昔は飲み水病と呼ばれていました。痩せて体力が低下したり目が見えなくなったりする症状もよく知られています。道長の日記にも喉の渇きや目が見えにくいといった症状が記されています。藤原家は代々娘を入内させて天皇家の外戚になることで摂政や関白の役職につき権力を握ってきました。道長はこの手法を最大限に利用し、3人の娘を入内させ摂関政治の全盛時代を築きました。なお道長自身は後一条天皇の時に1年ほど摂政を務めただけで関白にもなっていません。実は摂政や関白よりも人事決定権を持つ左大臣や重要文書を取り扱う内覧の方が権力を集中させる上で好都合だったのです。名誉にこだわらず身のある方を狙う道長のしたたかさが見て取れますね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。